だね、俺の腕前でお役に立てれば頂上さ。猫の飲み取り、耳掃除、何でもござれだ。信州信濃の新そばよりも俺はマスターのそばがいいってね。何が苦手って、あれさ、恋バナってのがどうにも鬼門で。やめとくれよ、マスターも遠慮なく切るからな。剣の修行もそうなんだがね、俺の夢は仙女になることだ。水湖殿やら西遊記やら、からくりの伝記に顔を出すような男にも負けねえ知恵者で、めっぽう強い、花のごとくあでやかで千変万化の戦術を使う、そんな仙女にな。おわ、もうあらかた願いが叶ってねえかなあマスター。なにトト様、一つも成し遂げてやしねえって。ちゅ、知ってたぞ。はん、霜の話かい。かまね、ヘチマのカートも思わねえよ。仙女ってのはそういうもんさ。枕絵ならトト様の仕事場で見慣れてるしな。実戦経験はどうなのだって。マスターこそどうなんで。あんまりしつけえと、気引っこ抜いてマギアの筆にしちまうからな。